ディキシーはアメリカ海軍の駆逐艦母艦。ディキシー級駆逐艦母艦のネームシップ。その名を持つ艦としては2世紀目。ディキシーは1938年3月17日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク像船所で寄港する。1939年5月27日に AC ピケンズによって浸水し、1940年4月25日に艦長、 GH バーム少佐の指揮下収益する。収益後は1940年6月20日にバージニア州ノーフォークを出港し、真珠湾に向かい、10月まで戦闘艦隊に所属する駆逐艦の支援に従事する。その後再海岸に向かい、カリフォルニア州サンディエゴで同様の任務を行った。日本軍が1941年12月7日に、 真珠湾攻撃を行った時、ディキシーはメアアイランド海軍造船所でオーバーホールの途中であり、急遽実戦に向けての準備を行った。1942年3月に真珠湾に戻り、11月まで駆逐艦をはじめとする艦隊の艦艇に対して支援を行った。アレン・エム・サムナー級駆逐艦6隻とレーテ島で、1945年、ディキシーは ヌメアとエスピリトさんと島の間を行き来して、1942年11月から1944年3月まで、ソロモン諸島で支援活動を行う。その後は、ハットホーンサウンドを拠点として活動した。9月に、ウルシー干渉の巨大な艦隊白地に到着し、1945年2月まで、そこで活動する。続いて、レーテ島のサンペドロ湾で支援活動を行い、 戦争の終了まで、そこに止まった。戦後は沖縄及び上海で、占領任務に従事し、西海岸に帰還したのは1945年12月のことであった。1946年夏にディキシーは、ビキニ干渉に向けて出港し、そこで行われた、核実験、クロスロード作戦に参加した。1947年及び49年には、極東への巡航を行い、 陳島を拠点として中国沿岸で紹介を行う駆逐艦の支援に従事した。共産党軍が中国本土を制圧し、アメリカ軍艦艇が撤退しなければならなくなった時、ディキシーは中国を離れた最後のアメリカ軍艦艇となった。その後中国が文庫解放政策としてアメリカ海軍艦艇を受け入れ、レンツ・リーブス・オルデンドルフの3隻が陳島を 訪れるまで37年の歳月が経過することとなった。韓国沖のディキシー、1950年ディキシーは中国から離れると香港でアメリカ領事館及び臨時代理大使館としての役割を果たした。その後は太平洋艦隊駆逐艦巡洋艦隊の司令官、機関任務に従事しサンディエゴや佐世保、フィリピンのスービック湾での活動を交互に行った。 これらの日太平洋配備のうち二度において、リキシーは朝鮮半島沖で国連軍の艦艇に対して貴重な援助を行った。1959年及び60年にはサンディエゴでの活動に加えて極東で第七艦隊に対する支援を提供した。リキシーは朝鮮戦争の先行で5個の従軍聖章を受賞した。百八十一年、ィキシーは海軍における 現役最長官として、ファーストネイビージャックを受け取った初の官となった。ディキシーは1982年6月15日に退役し、同日除籍された。ありがとうございます。